丸亀来ました。丸亀来ましたね。嬉しい。食べたかったね。で、あ、いいよ、待って。ヘッドリル。オッケー。うわ、うまそう。こんな神タイミングで10トイレ行ったの。そうだよ。これ、あいつバカやな。やば。今日はもう丸亀こういう頼むタイプじゃん。そうだね。だから無理だなと思ったけど、強行でもう無理やりこう入れ替えようと思ったら、あいついいタイミングですね。ワットさん一緒に食べます。あ、それも家族運動なんですか。応援します。すごい。僕いいわかりました。わかりなさい。もう笑うしかないよ。第2弾待ってますってしました。コメントで家族丼やってくださいってしました。もうこれ懐かしい。正直はない。うどんはいけちゃう。すごい。なんか反応ビビって反応迷って、いただきます。はい、あとめちゃうまいよ。あ、めちゃくちゃうまいんだ。うまいね。なんでいけちゃうんだろう。え、そんな余裕だ。たつきも余裕。俺は、最初言っとくね。本当に余裕。俺はね、いけるよね。いけるよ、余裕。マジ、なんかこういう絵は別に求めてないな、視聴者も。こっちも今、ちゃんとボツってさ、ボツの食べれちゃうさ。へぇ、じゃあ、いっか、とんなくて。ミライさん、これ失敗っすか。ん、失敗っすか、これ。うん、まあ、見てなくて。あ、オッケーっす。まさに、本当に期待に応えられるんです。了解です。どう？その時マジで余裕だ。え、今回マジで余裕。本当にごめん。あ、オッケーオッケー。頑張ります。あ、お願いします。じゃあ全然食えちゃう。はい。あ、お腹いっぱい食べね。美味しかった。たつきはどう？うん。もうちょい。もうちょい。あ。え、ってかたつき食い終わっちゃう。もう結構ね。もうあと一玉。あ、ほんとだ。え、すごいね、たつき。マジで食えるやん。え、食べていい。食べないから、俺。でも、マジで余裕。こっち食っていい。だマジで余裕って言ってたじゃん。こっち食って、お前喋んねん。え、こっち食っていいって、なんでたつき。え、もう手伝う時間早くない？だって、なんかさっき回ってなかったけどさ、急に来た。本当にいいけど、3から8が、3から9か、3から9が2秒な。じゃあ増えてる増えてる。前まで5までいけたって。てかペロリやん、タツキ。もうラスト一口ぐらい。だからお前のせいで俺の凄さが薄まんない。確かにそれはある。お前が食えちゃうせいで俺全然食ってないみたいなね。仕切ってるやん、食ってないやん。全然本当少ないでしょみたいになるの。実際なってるしね。事実じゃね。事実じゃね。あと普通に来る前に大食いいつもするんだったらするっても言ってほしい。あ、寝てる。寝てる。おもろ。寝ちゃってる。え、ガチガチじゃん。これ今日運搬か。え、すごいマジで。余裕くね。実際余裕。え、キングとこっち。全然こっちの方が余裕。さ、最初いけるって思うって言ったじゃん。普通最初いけるって思うって思った人はさ、6、7割が食べれると思う。いや、それはそう。だから言ってんじゃん。でも僕の干し方ってもうシンプルに最初の読みが甘すぎるから、多分バカなんだよ頭が。違う、だから3から9が早いんだ。なんでそのカリカリしてる。俺何も悪くないけど。うん、悪いのは全部視聴者。全部これ見て笑ってる視聴者だから、視聴者に一言言った方がキレて、そうだよ、視聴者にキレな。はい、これを見てキラ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 楽しんでるお前らや。あのマジでやばい、全然怖くない。ポンと画面近づいてこう。そうだ、マイクゾーン。これ折れたんな。いや、リースじゃない。もしかして声援が足りない。いや、実はそれは本当にあるよ。声援マジだ。今日応援しないもんね。そうだね。ジューシー、全然食ってない。
フレフレの尺じゃないから。そこ頑張る頑張る応援じゃないから。Let's go, Jushi, 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 あの顔しないと上がってっちゃう。上がってっちゃう。耐えてるの？耐えてる顔なんだ。そうなんだよ。耐えてる。目はやってます。やってるよ。やってんの。目はね。俺やってんなじゃん。え、やなかったらどうなったの？やったの。いや、膨らみ倍増したって今。もう無理です。え、お、限界きた。限界きました。本当に。限界きた。実際まだごめん。本当に無理。あーもうじゃあもうたつきいつもの頼むなこっちかな今日も今日も覚醒しとこっか今日は何の覚醒前回はね前回ユニコーンで覚醒したそうですね、はい、ちょっと今日は孫悟飯で覚醒いいねこれ怒りだからユニコーンと違って怒りがもうパワーになってなるほどね面白いのやなんか怒ることになるあの視聴者への不満じゃないですかだからあ視聴者の不満牛丼キングの映画見たんだけどコメントでジュンが食べてる姿めっちゃ見たい次は親子風呂になってほしいジュンが食べてるのが一番面白いジュンのきつそうな顔が一番面白いもういっぱい来てましたイライラしてた面白がってるってことでしょうんそうなんですよこんなことでいいまたちっちゃくるねどうそもそも言ってるどうそもそも言ってる何が思えるかわからんこちらにそれいや、もう硬いとこはねめっちゃ一気にあ、じゃあまあ一応探してみてちょっとわーって言ってもらおうかなんていう怒りをぶつけますはい、送るよ一言やるしかない夜明けに命をかけてあんたの死ぬよ。まだまだ押せる。これもいけてる。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 見せるんじゃないんだよ。そのまましか食えないのか。お前考えて。お前野球しかできないのかよ。どれだか43キロなんで。白いんだろ。お前野球できるだけや。もうずっと再放送。マジで。ってことで本日もまたスタッフが美味しく投げさせていただきましたザッパーチャンの2人組がじゃあセマ動画がいいと思った人は高評価グッドボタンコメントどしどしお願いします第3弾も募集してますのでお願いしますじゃあ次の動画でお会いしましょうすいませんすいませんすいませんバックサンドから